エドモントンの陽気な悪魔は、陽気な幽霊というあだ名の魔法使い、ピーター・ファーブルが主人公のイギリスルネサンス演劇の喜劇。研究者たちはこの劇の創作年代を早くて1592年としながらも、最も妥当と思われるのは1600年から1604年の間だろうとしている。陽気な悪魔についての最も古い記録は1604年の ブラックブックという同時代の劇の中の言及である。この劇が書籍出版業組合の記録に登録されたのは1607年10月22日のことで翌1608年に書籍賞アーサー・ジョンソンによって最初の4折版が出版された。17世紀のうちにさらに5冊の4折版が出版されている。4折版は全て作者不詳である。 エドモントンの陽気な悪魔は1608年5月8日に宮廷で上演されている。さらに、ジェームズ一世の王女エリザベスとフリードリヒ5世との結婚祝賀中の1612年から1613年にかけてのクリスマスシーズンに国王一座が宮廷で上演した20の戯曲の一本でもある。1653年9月9日、この劇の権利を獲得した出版社。 ハンフリー・モーズリーは、ウィリアム・シェイクスピアの作品として、エドモントンの陽気な悪魔を再登録した。モーズリーのシェイクスピア作者説は、書籍販売人、エドワード・アーチャーの1656年の戯曲リスト、フランシス・カークマンの1661年の戯曲リストに採用されている。この劇は、フェア・エム・ミュセドーラスと一緒に、チャールズ・ニ世の蔵書の、 シェイクスピア、ボリュームアイというラベルの巻きの中に閉じられていた。出版の歴史が示すように、エドモントンの陽気な幽霊は、観客に、人気の劇だった。ベン・ジョンソンも、自作の劇、ザ・ゲビル・イズ・アン・アスの序文でこの劇のことを、言及している。エドモントンの陽気な悪魔は、国王一座の芝居で、シェイクスピアも、その創作に一役買ったかもしれないが、シェイクスピアのスタイルと言える。 特徴的な形跡はない。19世紀になって一部の評論家からマイケル・ドレートンやトマス・ヘイウッドを作者とする説が挙がったが他の評論家たちの同意は得られなかった。1942年にはウィリアム・エーモス・エブラムズがトマス・レッカー説を提起したがこの説もまた賛同を得ることはできなかった。ローガン・スミス、ピアニッシも209から10、チャンバーズ、ボリューム 4? P127 チャンバーズボリューム4 P30 ローガンスミスピアニッシモも36から7 208から9ありがとうございます